377型は、ボンバルリアトランスポーテーションが2002年より製造している、イギリス鉄道の電車である。愛称は、エレクトロスター。2020年現在、ゴビアテムズリンクレールウェイとサウスイースタンによって使用されている。ロンドンとイングランド南部の各地域を結ぶ、近郊輸送用の電車として、老朽化した旧型の多飛車421系。 423型の置き換えのために製造された。すべての編成で直流750ボルトの第三機場による終電に対応しているほか、ロンドン北部へ乗り入れるグループは、交流2万5000ボルトの架空電車線方式に対応する硬直両用車となっている。現時点で、第三機場専用の直流車についても、パンタグラフの設置スペースが確保されている。当初はサザンにより、 第3機場専用の377、1系の4両編成64本が投入された。最初の編成は2002年に竣工したが、旧型車にない冷房装置がついたことで、消費電力が増え、第3機場区間における電力供給施設の更新工事を余儀なくされたことから、営業運転の開始は2003年にまでずれ込んだ。 2003年からはパンタグラフによる河川終電に対応した377-2型が投入され、サウスクロイドン駅からウェストロンドン線、西海岸本線を経由して、ロンドン北部のミルトン・キーンズまでの運用についている。2004年には第3機場専用の377-4型として4両編成75本が増備されている。3両編成の377 3型は2001年に投入された375、3型のサザン所有者を編入したグループで、連結機を従来の密着自動連結機から377、型と同じでルナー式密着連結機に換装したことに伴って2004年に377型に編入された。2008年より、ブライトン本線とテムズリンクの輸送力強化のため、サザンが発注した。 硬直療養の3 7 7小型が23編成投入された。これによりサザンの319型が置き換えられ、ファーストキャピタルコネクトに転属した。3 7 7小型も新型車両が導入されるまでの期間 FCC へ貸し出され、319型とともに、ブライトンとロンドン北部のベッドフォードを結ぶ、テムズリンクの運用に充当された。 2011年には、テムズリンクでの12両編成運転に必要な車両を確保するため、新たに377、2系の3編成が FCC へ貸し出された。その後、導入計画中のテムズリンク向けの新型車両の製造は遅れることになり、FCC へ貸し出し中の377型のサザンへの返却も遅れることとなった。これに伴い、 サザンでは大体として2013年に5両編成で、直流専用の377、6型を26編成投入した。2014年には同じく5両編成で、高直両用の377、7型が8編成増備されている。FCC は2014年に、サザンは2015年に営業を終了し、いずれもゴビアテムズリンクレールウェイが後を継いだ。これにより、 サザンとテムズリンクという二つのサブブランドにまたがってではあるもののすべての377型が同社に集結することとなった2016年にはテムズリンク向けの新型車両700系の投入が開始されテムズリンクで使用されていた377、2系3本と377、5系2 3本は翌2017年までに余剰となった 前車はサザンへと GTR 内で転属し、後車はサザンの377、1系日本とともにサウスイースタンへ転出した。車内はすべてクロスシートとなっており、各座席には折りたたみ式のテーブルが設置されている。先頭車両両端は有料座席車となっている。トイレは一編成あたり一つに備わっており、おむつ交換内も設置されている。ドアは、 半自動式ドアとなっている。ありがとうございます。